はい、皆さんこんにちは、れんなです。今日は沖縄に行きます。今は中部国際空港にいます。飛行機があそこに見えます。はい、私たちはでもそんな ANA とか JAL のおしゃれなやつじゃなくて、あの奥にあるピーチで飛びます。節約節約3日間しか行かないので、できるだけこの3日間で沖縄を満喫したいと思います。行きましょう。社長、売店見つけましたね。ちょっと何か買いましょうか。パンを買っていいよ。どうぞ。ここに赤服出てる。赤服はスナックじゃないの？中部エリアのお土産といったら赤服でございますよ。スナックではありませんよ。ピーチだから飛行機で何も出ないんで、ちょっと買ってきましょうか。はい、天むす。天むすも有名ですね。お、名物ばっかじゃん。天むす、味噌カツ、赤服、うん、ID でお願いします。ヒレカツサンドと小倉パン。オッケー、名古屋だね。これ私、カツサンド。これ200円ぐらい、こっち1000円ぐらいカツサンド。皆さん、ヤバトンって知ってますか？名古屋出身の人は絶対知ってるけど、関東エリアの人、ヤバトン、ぜひ名古屋来たら。昼だからめっちゃ美味しい。たか、今仕事してます。今、あと5分で出発するから大丈夫なのかな。遅いよ。来ますか？見て、ラストコールだよ。いつも通りだよ。T シャツ合わせてきましたか？ピーチ。あ、そうだね。ピーチの回しもんですか？大丈夫ですか？これ案件じゃないですよね。違う。たまたま。満員です。満員です。満員御礼。動きました。もうそろそろピューだよ。うわー、レナ社長が珍しく仕事してます。今やんないと。ドイツ語のチャンネルですか？頑張ってください。2時間半あっという間に終わりました。さっき仕事してるかなと思ったけど、あの後すぐネットフリックス見始めましたね。ネットなしでできるタスクはやったよ。5分だけね。15分。おお、では、行きましょう。はい、沖縄っぽいものをゲットしたよ。まずは沖縄のお茶と。沖縄のお茶？はい、沖縄ならのスパム結び。食べたことない。あとはタカ、これ知ってる？わかんない、海外のチョコレートじゃない？そう、アメリカのチョコレートだよ。だから沖縄だからここに売ってるかなと思って買った。人生初の。俺も食べたことないかもしれない。スパム結び。これが沖縄ですよ。はい、ということでここからリムジンバスに乗って今日のホテルでね、移動していきたいと思います。あ、涼しい。全然暑くない。全然涼しいぞ。あれ、俺短パン半袖の用意しか明日から持ってきてないけど大丈夫ですか？これどうでしょうね。寒いんじゃないですか逆に。はい、これ直接ホテルに、いろんなホテルに行くからめっちゃ便利。でもめっちゃ時間かかる。何分かかる？ここからホテルまで2時間。2時間。2時間。飛行機と一緒やん。はい、ホテル到着しました。ありがとうございます。乾杯。乾杯。いや、フルーツが入ってる。オリオンビールでもよかったよね。それでは今日の部屋を紹介したいと思います。まあ広々した玄関で、すごい広い部屋に入ります。全部が明るくて、あのリニューアルしたばかりの部屋になります。2つのベッドになってるのが、みんなが悲しい、くっついて寝れないので中が嬉しい。一番高いフロアにこんな景色があります。こっちがお風呂ですか？全部なんか大理石調な。そうそう、なんか斬新なスタイルじゃない？なんか初めて見たかもしれないよ、ね、こんなスタイル。広いよ、ここもまた、スペースが、ね、じゃあ次はラウンジでアフタヌーンティーをしましょう。上に参ります。はい、お、目の前かっこいい。すごい。ちょっと待ってて。はい、行きましょうほら、ここクラブラウンジ、これ。これを入りたいと思います。さよなら。はい、お菓子持ってきてください。ノ、飲み物も。ノ、はい。一緒に見ていこう。はい、見ていこう。一緒に。ノノノ、一緒に。一緒に。これ全部、多分ここにつけれる。ホワイトチョコフォンデュ。そういうこと？この辺のケーキも全部美味しそう。パンケーキもある。パンケーキにいろんなクリーム、チョコ、ね、飲み物、スナック。ナッツ系だね。以上。うわ、すごい。欲張りなんだね。ヘルシーだからね。チョコレートでアンヘルシーに変わりました、今。うん。あんま。うん。うま。この後どうしますか？アメニティのセンターを見て、お店とかも見たいし、プールのエリアとかまだ見てないから、スパもあるって聞いた。温泉？温泉。楽しみましたね。はい。ここはなんかアメニティがあるって書いてあったけど。アメニティルーム。黒糖って言ったよ。
こう島ごとに黒糖が違うんだって作り方味が何に使うのそのままボリボリボリと食べるかは本当にコーヒーとかに入れるかボードゲームみたいなのもあるこれドイツのゲームだよモノポリモノポリ王道だよ、ね、モノポリするこの辺もゲームだしこれもドイツだよドイツ多いねドイツボードゲーム有名だもんねこっちにはショップがありますね、うん、ショッピングしましょうはいこれそんな買いませんよそんないりませんよもりもり見てアロハシャツがあるいろんなアロハシャツやっぱり沖縄といったらアロハだからねアロハシャツそれしましょう私ドレスを買ってタカが揃ってあのいらん明日のウェディングでそれを着ろやりたい明日ちなみに友達のウェディングで沖縄に来ましたやりたいそれやりたい一人でやってください一人でできないよ次はプールを見たい5時だけど寒いと思うウォータースライドがあるえ本当だあとはめっちゃプールがあるプール明日だね寒いからうんおあここスパじゃんスパすごくないこれ今日の夜か明日の夜に両方でもいいし入りたいフィットネスジム行きましょうあレナ社長やる気じゃないですかあそっちはプールプール本当だインドアプール広っがっつり泳げるよちなみに僕若い頃スイマーでしたよあっちにあれあの蛇口があるよちなみにダンススタジオもありますよここなんかあれかなもしかしたらクラスとかあるのかな決まった時間でね見てかわいいシーサーシーサー沖縄といったらシーサー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 こっちは外ですかねおーすごいこんにちはうわこれじゃんウォータースライダーすごいじゃんめっちゃ楽しそうこのウォータースライダーでかっ社長夕日がすごい綺麗だよ、ね、奥ああ入りたくなりますよこれ押したらどうなりますか社長あの過去の動画でぶち切れるよ僕が海沿いでレナ社長を押してレナ社長がぶち切れた伝説の動画皆さん見てますか概要欄に載せておきましょうか、まあはい、やってないと思うけどサウナがある本当だ樽のサウナ、うん、あれ今日はやってないのかなやってなさそう外からのプール入れるんだ。うわー、施設最高だね。もう一個いいのを見つけたよ。何ですか？あっちでプールバーがある。だから お水の中で注文して、ここでなんか飲み物を飲んで。ほんまや。それはしたい。一旦端っこまで来ました。夕焼けめっちゃ綺麗。ね。またジャグジーあるよ。何？あったかいよ、タカちゃん。お、ジャグジー？これ夕焼け見ながらここであったかいまま入れるのが。急いで急いで急いで。部屋に行って、着替えて。俺待っててあげる。No, no, 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 no. 一緒に。社長社長、浮き輪は？浮き輪いらない？いらないよ。あれ飛び込むじゃないんだっけプールに？それで飛び込むの？飛び込んだ後に浮き輪ないと溺れないですか？大丈夫ですか？あ、あったかいあったかい。あの今何マイク手で持ってる？uh-huh. あの落としたら壊れるよ。気をつけてくださいよ。ああ最高。後ろは大自然。前は夕焼け。夕焼けと海。あ最高。うわあったか。最高や。これはいいねこのジャグジー。やばいねレナ社長もうすぐ出ないともう真っ暗になってきましたよどうしました気をつけてくださいよあそこに奥にサウナがあるからそう目的地サウナ行きますか体温めに行きますかそうここサウナですでかいよ中でタカちゃん、はい、何をパソコンのガチャガチャしてるの？あの YouTube やってますよ。YouTube やってますか？動画公開しなきゃいけないので、その設定だったり最後最終化してますよ。もう時間があと30分ぐらいしかありませんよ。早くして。旅行に来ても部下は仕事しなきゃいけないですよ。さっきはあの社長も仕事したよ。安心して。知ってますか？何を探してるの？デデデデデデオリオンビール、オリオンシークワーサー飲みますか？今？今ラウンジで飲めますよラウンジで飲めますよラウンジあったんだっけさっきアフタヌーンティー言ったけど、うん、今は多分ドリンクがあると思うよマジでえじゃあお酒飲み放題ラウンジがあるってことそうだよじゃあそっち行きますか行きましょう行きましょうあ早い急に早い行きましょう行きましょう行くよさよならさよなら本当に行くんださよならなんか一人になったかと思ったらタカが帰ってきましたやっぱり一人が寂しいかもしれないよ携帯は何も持ってませんよ私だよね今気づいたビールありますオリオン見てドラフトビールだよ生ビールだよめっちゃいろいろあるではではオリオンドラフトビールではではオリオンドラフトビール違いましたもうできない泡だらけだねおめでとうあれ恥ずかしい。あの塊になっちゃう。タカがもう一回試す。ああ、いけたね。完璧じゃないですか。オッケー、いいんじゃない。レナ社長何を思いますか。これ、Recommended Seasonal Cocktail って書いてある。ちょっとこれ作れるか。
き今レナ社長がバナナリキュールを探してます。もう目分量で適当にやってる？イエス。絶対多いじゃんこれ。最後にオレンジジュースを足して完成。ビール以外にもワインいろんな種類があって、お肉があって、マンゴー、豆腐、サラダ、ピクルズ。乾杯。乾杯。は、はい、やっほー。すごい食べるのが早いね。なくなってしまいました。やば。この後夜ご飯あるから一杯だけにしてみましょうか。ということでもう一杯だけ。たかちゃん、食べて飲んでいきましょうか。もう時間じゃん、夜ご飯。そうだよ、お腹の具合は。はい、や、でもお腹いっぱいだからもう部屋戻ってもいいぐらい。のここですか、社長。沖縄料理、なんて呼ぶの、次男坊。行きましょう。このホテルもう一日中楽しめるやん、マジで。ありがとうございます。到着しました。なんか外にいるみたいな感じだよ。室内だけど外みたいな感じ。いい、ね、で、ちなみに今日はしゃぶしゃぶです。ここにシークワサーサオ。沖縄と言ったらシュシークワサーシューシークワサーシューシークワサーシャキはもう結構シークワサーシュー。お酒入ってましたよ。沖縄と言ったらジュースもあるよ。泡盛じゃないですか。泡盛ロックでごくごくじゃないですか。いや、あのソフトドリンクでもいいかなと思って、シークワサーパイナップルジュースも美味しそう。俺は一旦オリオンビールにしようかな。さっきも2杯飲んだよ。部屋にも2杯あるの、うん、今は違うものを飲んだ方がいいんじゃないの。いや、オリオンビールで体を浴びるっていうね。どうですか。あ、おかしいよ。全部来た。全部来ました。一気に全部来た。乾杯。乾杯、うん、沖縄で乾杯って何て言うんだろうね。乾杯。乾杯、合ってますか。おー、いや、これは今日で3杯目のビールで、そんなに喜びないはずだよ。ありますよ、ビールは何杯飲んでもクーになりますよ。あの、さっき説明されたんですけど、もずくを最初に入れるともずくの香りが入るんだって、この出汁に。アグー豚だよ、うん、沖縄の有名なアグー豚。そう、ももとバラ、バラ。タカがあれでしょ、牛よりポークの方が好きでしょ。あの、すき焼き屋さん、え、しゃぶしゃぶ屋さんが、もうダメだね。しゃぶやしゃぶ、まあいいや、タカの話も聞かなくてもいいよ。二人でしゃぶしゃぶ屋さん行くとね、豚しか食べないんで、僕らもう年取ってきましたよ、本当に。そんなことない、これ一番美味しいトークだろ。家の近くにさ、沖縄料理屋さんあるじゃん、うんうん、絶対ジーマミ頼むもんね、うんうん、マジ濃厚クリームみたいな感じだよね、うん、あ、熱くなってきた。あ、いける、あ、食べれるんじゃない。もずくをポン酢で。美味しい、美味しい。もずく酢よりちょっとポン酢で食べた方が美味しい、うん。アグー豚いきますか、社長。バラ肉を1個高。うまそう。じゃあこれで。柚子胡椒ですか。イエス。うん、うん、おいしい。アグー豚のバラ肉、すごい歯ごたえがある、おいしい。このさ、海ぶどうも楽しみだからね。で、これと一緒にご飯。よく食べますね、うんうんうん、もう一個の、はい、ももも食べてみよう。お、焼けました。ももとえのき、今回はポン酢、こんな感じで。うわ、うまそう。桃、ポン酢、うん、これだぞ。やっぱ豚最高だよね。皆さんどうですか、しゃぶしゃぶ行ったら豚行きますか、牛行きますか。僕らは 100% 豚です。うん、うん、うわ、うま。海ぶどう、 海ぶどうのしゃぶしゃぶなんて俺初めて見たけどね、うん、ん、本当にさっと通すって言ったよ。こんな感じ。それがサッとかどうかわかんないけど、だ、生でも食べれると思うし。いや、これ絶対に美味しいでしょ。うまそう。プチプチしてる。全部の野菜入れて、お肉食べて、最後のこの締めのソーキそばかな。これをこっちに入れてくださいって言われた。何つゆなんだろうね。もう一人とかね、もう一周ぐらいしたのに。ドカンといきます。はい、で、30秒って言われた。30秒って言った、うん、はあ、そんな短いんだ。もういいんじゃない。出来上がりました。これぞソーキそば。うまそう。全部こっちに入れるよ。レナさん、全部持ってこうとしますから。しめそば。沖縄しめそば。うん、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 おいしい。だし抜群ですか。うん、歯ごたえコシコシしてそうだね。太麺だしね。なんか、もちもちしてる。ね、うん、締めに最高ですか。もうお腹いっぱいだよ。お腹いっぱいですか。めっちゃ。皆さん、ブルーシール知ってますか？これ初めて知った。沖縄で見たことないよ、これ。え？あるよ、名古屋で見たことない。これ、シークワーサーと紅芋。いただきます。
カチンコチンです。ベニーモ。おいしいよ。それ私のシークワーサーですよ。両方ともタイのものだよ。見て、今のところレナとレナのものになってるよ。大丈夫ですか？俺の目の前には何もありません。見てください。残念。何もありませんよ。ごちそうさまでした。今からは部屋にゴロゴロして。スパがありますので、スパ行ってゆっくりしましょうか。もう寝る。おやすみ。おはようございます。めっちゃよく寝ました。だから完璧、ね。今から朝ごはんを食べに行きたいと思います。ラウンジで食べましょう。行きましょう。ということで、ラウンジ来ました。カレーがある。朝からカレーは日本人だよ。朝カレーいいですね。わ、めっちゃ美味しそうなベーコンがある。カリカリベーコン見て、カリカリベーコン、うん、これが美味しそうだね。でサラダとかもあるし、あ、沖縄そばのペペロンチーノ。沖縄そばペペロンチーノって面白い。食べたいね。美味しそうね。そう、サラダめちゃめちゃ種類があるよ。美味しそうなサラダ。沖縄サラダ、これキリ。あそこにパンだね。あとグラノーラもあるよ。グラノーラ、はい、めっちゃ美味しそう。クロワッサン、はい、いただきます。いただきます。カレー行きましょうか。おすすめですよこれ。日本人みんな朝カレー食べたいの？いや、朝カレーは俺はあんま食べない、ね、うまっ。お肉もうまい。ちなみにこれ卵料理、うん、めっちゃおしゃれ。これとオムレツ見て、ふわふわ。これ半熟卵にミンチと、なんかポテトって言われた、マッシュポテト。うわ、うまそう。すごい、超美味しそうじゃん。ぐしゃぐしゃになりました。ぐしゃぐしゃになりましたよ。あ、カリカリパンだね。味が濃い。でもクリーミー、全部クリーミー。見てください、レナ社長。何？コーヒーに砂糖2本入れましたよ。いつも入れてる。入れすぎじゃないですか。もともと甘いコーヒーに砂糖2本入れたら砂糖モンスターになっちゃいますよ。この後はタカの友達の結婚式があるので、このタイミングでこの動画を終わりにしたいと思います。今日ここ泊まってたオリエンタルホテル、めちゃくちゃ良かったね。ねえ、本当に部屋も良かったし、ラウンジアクセスも良かったし、このプールエリアの広々した感じも良かったし。ちなみに昨日の夜俺スパ行ったけど、あ、そう、めっちゃ広くて最高だったよ。1時間降りたもん。そう、めっちゃなんかどこにいるんだろうねと思って。どこに浮気しに行ったのかなって。浮気してるのかなと思って。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。